ですか？あまり夜遅いお仕事は自律神経を乱すので。違う違う、今日はあっち、教会。お前、まだ気づいてなかったのか？
道に迷ってアンドロイドに話しかけてた。なんだよ、文句あるのか？それは…バカ！お前、言うな！困ってても助けてやらないからな、絶対に。知るか、バカ。
調べさんは照れているだけですよ。始めましょうか。一日で全て、はい。消火活動の際に散布された消火剤は一通り拭いたのですが、酸化とカビが心配なのでこちらの道具をお借りしてきました。おお、薬品いっぱい。カビや酸化を防ぐ薬品です。本来は業者の方が使う道具なのですが、調べさんが用意してくださったので工賃をかけずに作業ができます。でも薬品って危なくないの？取り扱いに免許が必要だったりするし。専門の方に教えていただいたので大丈夫です。気管に入らないようこちらのマスクも用意してありますし。ガスマスクじゃん。不安なんだけど。それではマスクをつけます。しこー、なんでそんな自信満々にマスクつけれるの？
おう、ニャンコロ来たか。換気が終わりました。もうマスクを外しても大丈夫ですよ。調合されたもので、気化すると神経系に異常をきたします。めまいから始まり、嘔吐、呼吸困難、最悪の場合は死に至るそうです。換気も済んでいるので大丈夫ですよ、ゆいさん。ありがとうございます。
私は疲れた。アイス食べたい。アイスですか。お店にはありませんが。だって暑いんだもん。アイス、アイス、アイス。そうですね。でしたら作りましょうか。え、アイスって作れるの？冷蔵庫に牛乳と卵と生クリームがありますので。そうなんだ、やった緊急用のカセットコンロがありますので、そちらを使えば大丈夫です。せっかくなので、お二人で一緒に作ってみてください。簡単ですから。
私の料理食べられないじゃないですか。ということで、お二人でお願いします。美味しいですよ。まずボウルに卵黄を溶いて砂糖を入れます。それらを白さが出るまで混ぜ合わせます。混ぜている間に牛乳と生クリームを鍋で中火程度で温めていきます。うん、ふつふつと沸いてきたので温まりましたね。ここに先ほどのボウルの中身を少しずつ加えてくださいます。私